ボクシング界のレジェンドが、井上直也、大橋、に求めた、発言、は小さくない波紋を読んだ。動画、フルトンもたじたじ井上直也が世界に見せつけた衝撃の KO シーンをチェック賛否両論を巻き起こしたのは、元世界5階級王者のフロイド・メイウェザー、米国、の言葉だ。現地8月8日に米ボクシング専門メディア、ファイトハイプ。 の YouTube チャンネルに出演した46歳は、先月25日に同胞スティーブン・フルトン、米国を破った井上を、とんでもないファイターだと思う、と称えながら手厳しい指摘をした。俺が井上に求めるのは、アメリカに来て俺たちと同じ土俵で戦うべきだということだな。ランダムの尿テストや採血テストを受けた上で、こっちでやってほしい。もちろん俺は彼が好きさ。悪く言うつもりはない。 俺の技術を学んでいるところもあるから好きなんだ。だからこそ、ガーボンタ、デイビス、と契約体重で戦えるのかが見てみたい。凄まじい試合になるぜ、さらに、彼は初戦でドネアを KO すべきだったと思う、とやや挑発的に言葉を紡いだメイウェザー。現 WBA 世界ライト級レギュラー王者で、 自身のマナ弟子的存在でもあるデイビスとのマッチアップも要求したレジェンドの言動は海外メディアでも物議を醸した。イギリススポーツ専門ラジオ局トークスポーツはテレンス・クロフォードと並び称される優れたファイターと井上のポテンシャルを称えた上でタンク・デイビスの相性との対戦はあまりにも非現実的だと指摘。さらにメイウェザーの発言に対してナンセンスすぎる。 何を根拠に井上をペテン氏と言いたいのか、彼が13ポンドも無理に上げる意味はない、とネット上で批判の声が相次いだ事実を紹介した。また、スペイン氏、マルカ、モメーウェザーの発言について、誰もが疑問に感じている、と会議的な意見を掲載。凄まじい試合になるぜ、とされた井上とデイビスの対戦については、結局は体重の問題になる。 井上にデイビスと同じだけのウェイト増加を求めるのは無理がある。日本人選手はそれを狙うかもしれないが、長いトレーニング期間と特別な強化プログラムが必要になるとシビアな見解を示している。